ペリオです。こちらですね。はい。これ撮れてますか？これがですね、これが暖房機のダクトの中、吹き出し2本。お気楽じゃんだかお気楽じゃんだか、僕はお気楽じゃんって呼びやすいんでそう呼んでますけど、2本入れましたね。で、これ反対側もあるんですよ。こちら、はあ、ほら、こういう形でですね、下にですね、両面テープついてます。あれつけないと、風でですね、こっちに飛び出しちゃうんで気をつけてください。はい、あ。で、短時間に大量に漏れてですね、ハウスが、の外まで日記臭くなりますんで、ご注意ください。で、今日はですね、害虫というかですね、まあ、モグラも含めて被害報告なんですけど、私が当時ですね、定食当時心配していた大量効果はゼロですね、今のところ。逆にですね、見落としていたアザミウマによる大化エソがですね、やっぱりあっちの南側と反対の北側に、まあ、ポロポロ7本ぐらいですかね、合計。で、最近この入り口付近に、2本、大化エソがありましたんで、まあ、合計10、まあ、10本ぐらい。それとですね、この目の前映ってるこれが、このベッドは悪魔の、モグラ大魔王のですね、ベッドになってしまいますけど、ここに、何本だろう、6、7本か、やっぱり、そのぐらいモグラにかじられたところがありましたね。はい。っていうところですね。被害状況を確認としては、状況報告としては、そんなところです。はい。これからですね、どんどんまあ、最近雨が多いですけど、涼しくもなって虫の量も減って、いや、まだだな。まだですよ。稲刈り時期ぐらいまで、ちょっとやばいですから、稲刈った時なんかですね、飛んできますよ、相当。ってことです。本日も一日頑張りましょう。最初はピーヨピーヨ、じゃんけんチョキ。じゃ、また。それとですね、今日動画1本朝上げたらですね、音声取れてなかったんですよね。だから取り直してます。あとですね、メインのシャト農園チャンネル登録者が減ったんですよね。ダメですかね。ダメなのかな。